デニス・ウルブコ、デニス・ウルブコはカザフスタンの登山家である。2009年、14座の8000メートルミネをすべて登頂した15人目の人物となった。2006年、彼はエルブルス山の登板速度を競う大会に出場し、アザウ基地から頂上まで3時間55分58秒で登り、新記録を達成して優勝した。この時は、 垂直方向にほぼ3250メートル上昇し、1時間あたり800メートル以上登ったことになる。第2位よりも40分近く早く登り切った。また反転グリでの大会にも優勝し、この時は4200メートルのベースキャンプから7010メートルの頂上まで登り、ベースキャンプに戻ってくるまでの時間が12時間21分で、2位に3時間以上の差をつけた。 ウルブコは2つの8000メートル砲で陶器発登頂に成功した。2009年には、シモーネモーロと共にマカルー陶器発登頂。2011年には、シモーネモーロ、コリー・リチャーズと共にガッシャーブルム・ツーボン、陶器発登頂を果たした。長流、マナスル、ブロードピークでは、新ルートも開拓した。合計で、彼は8000メートルミに19度登頂した。 1999年には、わずか42日間で5つの7000メートルミネに登頂し、W ・スノーレオパードアワードを受賞した。ウルブコは、酸素ボンベを背負わずに登山を行うスタイルである。ありがとうございます。